ライラット系第四惑星コーネリア。こんばんはです。はい、こんばんは、あゆきさん。こら、CP 無茶をするな。 CP 危ない、敵が後ろにいるぞ。今日はね、アカルートアクソ、さあ、キルボックス、ね、もうダメかと思ったよ。これがコーネリアの措置に入る。やってますね。こいつひでえ。身を引き締めて語れよ。はい、手全然ダメやな。まあいいや、適当で。新しいチャートを模索してみるけど、マジか。やり直そう。やり直した方が良さそうやね。こら、CP、やり直しましょう。CP 危ない、敵が後ろにいるぞ。コントローラーのネジがさ、ちゃんと閉まってなくてさ、若干カパカパしよう。さあ、ヒルボックス、もうダメかと思ったよ。これがコーネリアの措置に入る。こいつはひでえ。気を引き締めて語れよ。まあまあか、ここで120ヒットは。ボス、これが前に出る。後ろのやつを頼む。あ、めくった。そう、調子が変だ。思い通りに操れねえ。ウソで追いかけろ。ボス、早く。助かったぜ、ボス。これは仮にしとくぜ。わぁ、マジか。両輪で弾くな。ちなみにね、このアカルート僕が提出してるサイトではね、誰もやってないんですよね。うまいもんだな。お、誰もやってないからさ、提出して認められた瞬間1位になれるっていう。俺の後ろについてこい。待て、ファルコ、どこに行く。獲物を見つけた。アクセマートになるなよ。たっぷり礼をしてやるぜ。いただき。
たのか。後方から敵、高度を下げろ。ずるいと思うか抜け穴やと思うかは、まあ人それぞれ。これでも食らい。どうだフォックス、いいぞ、効いている。貴様たちは一体。スターフォックスだ。アクアス3桁はすごい。そうなの？アクアス3桁ないとさ、勲章手に入らんくない？あとマイク乗っとうかな、大丈夫だね、オッケーオッケー。待ってろよ、アンドルフ。行くぞ、電気報告せよ。アクアスなんか、250とか行く人おらん。ダメかと思ったよ。お前もだんだん、親父に似てきたな。俺は大丈夫だ、こっちはどうだ。俺できなくてやってもらったんよね。あ、そうなんや。セクター Y とアクアス派やってもらった。セクター Y はまあコツがあるというか、まあ、出てくる敵全部倒したら大体100超えるけどね。セクター Y は100超えたらアクアスに行けるんですよね。で150取ったら勲章やったはずなんですよね。セクターワイ、グッドラック。僕もあんまり得意じゃないですけどね。味方の艦隊を援護する。この仕事はただグッズです。敵を一匹も後ろに倒すんじゃないぞ。おかしいよ、敵の艦隊が見当たらない。このガンダムの敵底根みたいなやつがさ、このね、ちっちゃいミサイルとかも全部誘爆が取れるんですよ。急だ、上から来るぞ。上から来るぞ、気をつけろ。敵を倒した。奴らの目標は後ろの艦隊だ。くそ、わからん。いいぞ、その調子でもっと敵を倒すんだ。あ、くそ。あ、マジか、シタルート行ってもた。シタルートむずいねんて。Yeah.
なんとか150か。下手くそやな。前方に敵確認。今までのとは違うよ。オールレンジモードに切り替える。敵フィールド分析完了。モニターに表示するよ。うろちょろしやがって。よし、その調子だ。うろちょろしやがって。黙れ。ここうまい人って200くらいいくんすかね。250とか300とかいきますよ。新型の性能を試すにあるちょうどいいわ。こいつの声すごい好きなやな。わけわからんすな、こいつの。プレイ動画見たってわからんもん。はぁ、スタホ特有の液にはサルさん。キバサルさん。これとりあえず160ぐらいめったんかな。これからアクアスに向かう。全機報告せよ。やるもんだな。お前にしちゃ上出来だ。セクターワイハ保解場にエイムが大事そうですね。そうそう、マジで勝手に流れていくミサイルとかさ、画面端を通り抜けていく青い敵とかさ、とんでもないもん。セーブさせてもらおう。アクアス。敵のバイオウェポンの探査に向かう。これこうやって人を狙っていくっていう誘惑をさ、鬼のように狙っていかなあかんのよ、このゲーム。こちらの映像データをそっちに転送する。暗いな。ここをね、なんとかね、稼ぐコツはね、ひどいな。 A ボタンと B ボタンを、まあ、とりあえず稼ぐコツはね、あれなんですよ。やばいやばい、痛い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 、分からんかった分からんかった分からんかった。とりあえずね、 A と B をね、A と B を連打する、同時連打するっていうのがね、一応スコアをね稼ごう、なんていうんやろ、一つの手というか、初心者のやり方やけどね、僕のやり方なんで初心者ですけど。わらわら、マジでわからんくなったんや。Thank you.
ちらの映像データをそっちに転送する。その耐久の高い敵はブレーキをしながら、ミサイルを撃って周りを照らせるか。すでに汚染が始まっているよ。ガンガンボムと、レーザーを撃ちまくるっていう。このステージめっちゃ指つるんよね。指が痛くなるよね。あのでっかい魚も確実に倒すように。うわあ、マリンスノーだ。なるほど、わからん。こいつは勝手に。ロックオンしてしまうから。ブルーマンの調子はどうだいボックス。用意していた甲斐があったというものだ。ロックオンする前に、こんなものは後にも先にも一回切りだぜ。誘爆を狙いたいんやけどね、結構それが難しい。あ、とにかくね、敵を、まあ、なんとかして誘爆に巻き込めば100は超えるはずなんですよね。いや、危ない。ローリングで弾くんだ。あ、取れなかった、マジか。後ろに敵が。ミサイルはたくさん撃てるようにしといたからね。さすがはスリッピー、メカニックは一流だ。ピッキー。こんなもの、後にも先にも一回切りだぜ。実はこのね、ラギは倒せんのやったかな。このね、人手が強いんよね。人手が強い上に誘爆も狙いにくい。してくるのは頑張って誘爆を狙えばもっと稼げる。そしたらもういつの間にかボスなんよね、ここ。敵を発見したぞ。早いよね。
ギリギリ150か。アクアス甘い人250とか行くんやったっけ。これよりブルーマリン帰還する。セリッピー、こいつのおかげでなんとかなったよ。セリッピーでも役に立つときがあるんだな。やりますね。よりは黙ってろよ。何やらんけどね、ここやっぱりこんなもんより俺は空がいいぜ。なんだよ、マルコまであったまにすんな。156か、雑魚いな。私からしたらすごいです。勲章ゲットコースで行ってるので、ちなみにこのアクアスの156やったら最下位ですね。トップは300とかですね。ノーマルモード、メインモードでトップは300、だいたいみんなアベレージ200ぐらいかな。エキスパートで400とか叩き出してる人いますけど、わけわかんないですね。200超える時点でわけわからんからな、ここ。お姉さん260やったかな。まあ、これをさ、普通にクリアして申請するだけで1位になれるというね、誰もいないカテゴリーですから。銃をかける、敵軍から侵入するぞ。なんてこれがあの人ですか。奴らにひでえことしやがるぜ。泳ぐ気にもならないよ。お前、海でも泳ぐのか。サーチライトだ、気づかれるよ。全てぶっ壊してやろうぜ。キャットが出てくるってことはセクター Z むずいな。スイッチネーム、トレーナーネーム、K で申請しました。よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってね、めっちゃ忙しいから。いやー、危ない。いやー。いけたかな、あれ。あ、羽壊れた。
これで終わりじゃなさそうだな。ヒヤヒヤさせやがって。これで終わりか。これでボスいって289ってところか。気をつけろ、敵の罠かもしれん。ソナーに反応、敵から何か来るよ。この水、水中にとかね、水面に当たった時のこのバイーン、バイーンってなるのがね、すごい苦手なんよ。俺たちの身を荒らしといて、挨拶もなしか。いいとこいつらに礼儀を教えてやるか。入った。フィールド分析完了、モニターに表示するよ。ワイ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  R さん、電気報告せよ。大丈夫大丈夫。 OK OK OK。 わしは異常なった。キャット、どこに行ったんだ、あの気まぐれ猫め。あら、エラーが発生した、なんでやろ。あれ消えた、あれ消えた、あれ、ケイさん消えた、消えたっぽいな。取り消したんかな。使わんかな。すみません、もう一度送ってみます。なんかね、消えたのよね。待ってみようか。
スタフォやったことないです。いやもうぜひともね、任天堂スイッチで遊べるようになるんでね、コントローラーも買って遊んでみてください。すでにフレンドになってました。あら、じゃあよかった。よし、じゃあ絶対行きましょう。疲れた歓迎だぜ。120がデフォな君よ。逃がすもんか。120がデフォどういうことや。後ろに使うぞ。ファックス、後ろの敵を何とかしてよ。くそー、すごいな。フラスか。ファックス、後ろの敵を何とかしてよ。そう、後ろに使うぞ。だったね。ダメかと思ったよ。アカルートの風技術ハワイとエリア6。そうなんね、Y なんてクソむずいからな。頭おかしいほど。ドネス頑張った感やばい、わらわら。ドネス1ヒットめっちゃ稼ぎましたよ。左後方よし、ミサイルが接近中。合計6。第1ミサイル接近。目標グレートホックス。来たか。練習したら300いけるよ。バインバインするのが苦手なんですね。やべ、中途半端に糸残した。よし、そうやって親父さんも助けてくれたい。お前に助けられるからな。ここでキャットが出てくるよね。そのキャットワイのモブ多すぎて練習オフ練習しかないからさ。ここでキャットが出てくるはずなんよな。後ろのやつを頼む。これからミサイルの方へ向かう。敵ミサイル接近。よし、50。ファックス、これからミサイルの方へ向かうよ。たっぷり礼をしてやるぜ。なんで俺はボム撃ったんだ。後ろのやつを頼む。なんか横取りされた気がする。独り占めするもんじゃないわよ。キャットがこのおせっかい入れぞ。ミサイルぐらいなら落としてあげるわ。キャット邪魔なんやな。かといって落とせるかっつって落とせんのよな。敵ミサイル接近。4、5、6、同時に来ます。同時に来たとして99ヒットか今。落とせたらいいんやけどな。撃墜撃墜。敵ミサイル撃墜。距離50。敵ミサイル一気撃墜。ドネさん派、デンさん派、誘爆。サーチライトを折り返し地点で見つかって誘爆。 U ターンとボムと誘爆使いながらゲフン。あ、見つかっちゃダメなんですよ、赤ルートなんで。ファルコ、これは過信してあげるわ。後半はぐっと難易度高くなるので、ドネスのキャットもいらない。
こわたじゃねえか、きっちりな。まったくヒヤヒヤさせやがる。もうかなり焦っておるな。見つかると強制マクベスですからね。なあ、そうなんですよ。オイラがいるから大丈夫大丈夫。89か。見つからずに300か。やってみよう。あ、雑魚雑魚。あ、でもね、申請するだけで1位ですからね。勝ちゲーよ、勝ちゲー。申請するだけで1位よ。申請するだけで1位とか。ドネスからエリア6って初心者殺しね。うん。ベノムの防空圏に入った。よし、決めてかかれよ。前方に嫌いだよ。遅い。見つからずに250とか。後ろに疲れた。情けに。ボックス、さっさと片付けちまうぜ。いやー、ドネスが楽しいよ。コーネリアより見通しいもんなお。後半ここで持ち。どこまか逃げ回りやがって。楽しいっすね、エリア6。やるもんだな。お前に。このエリア6クソザバやけど、今回のエリア6はクソザバやけど、全然一つ稼げてないけど、やり直してもいいぐらいのレベルやけど。やり直そう。アホすぎてお話になりません。ベノムの防空圏に入った。よし、決めてかかれよ。あ、やらかした。エリア6下手すると400いかねえから無理。よし、決めてかかれよ。前方に嫌いだよ。こんばんは、ウサオさん、お久しぶりです。ユッキさん、こんばんは。後ろに来たんだ。情けに。ボックス、さっさと片付けちまうぜ。最初のアンドレラ壊さないのか。そうよ、壊せんもん。あれ、どこばか逃げ回りやがって。レシラムオスさん、お膝。お前にしか強敵だ。レシラムさん、こんばんはです。グレードもスペアに援護します。壊せるよ、クイーンもらいながら。大型ミサイルが来るよ。撃ち落とすんだ。狙われているぞ。入ったーい。でも、ウサオさんよりもスコアいいよ、俺。なんで？何をしとる、ボックス、早く！マウント取られた。
ペンさん煽るなら500超えないとだが450が自己ベゲ風。敵と味方の区別もできねえんだ。やりたくねえなあ、鬼門。敵艦隊の中央を突破するぞ。第5エラインも突破されました。グレードも強い援護します。あ、破壊できなかった。ベノムは目のダメかと思ったよ。金なくなるな。くたばるのはまだ早いぜ。下手くそいかんね。ブレまくりやね。ここでこうやってブレまくったけん当たらんかったね。静止できたらね。艦隊誘爆練習しとこ。511。いいぞ、引いている。611。ピッチフィールド分析完了。モニターに表示するよ。ブレーキナー64であるときはまあね、人差し指で C ボタンの下を押して、中指で R ボタンを押しよるかな。いった。あー、やらました。やらかした。いいばいいば。これはやばい。アーキスクエコー、わら、コアを冷やさせるのだ。やり直すっていう手もあるな。やり直すっていう手もあるな。いや無理っすよ、ここからしてる。決して諦めるな。うわ、危ない。やり直した方がいいな、ボムないし。ボクス、無理引きこもる。ベノムは目の前なのに。もう熱くしよう。あわわわわ、やられ。火を完全にしました。呼吸パーツを送ります。こいつの化け物くん。
あ、1ヒット落ちた。1ヒット落ちた。まあいいや。いや、10ヒットか。11ヒットぐらいか。落ちた。まあいいや。そこにベノムがあるってのに。12ヒットか。いいぞ、効いている。12ヒットぐらいってなんかどうにかなりそうってどうにかなりそうね。499。あ、これでもウサワさんの記録は抜いとうからね。とってもいないぞ、わらわら。いや、狭いコミュニティですからね。ドネス煽りしかできんもの。局地を撃ち落とせ、コアを冷やさせるのだ。やばいな、ちょっとターンがずれたな。ターンずれたな。微妙や。3つのエネルギー球を全て破壊しろ。フィールドが消えたぞ。今だ、中心を狙え。ワイならハイパーじゃないならゴムでゴミ押しする。こうやった。494かな。気が散るやろ、体待っとくわ。いや別に構わんけど。行くぞ、ベノム大気圏突入。坊や、この新しいおもちゃで遊んであげよう。親父と同じでお前もあんまいやつやの。わい、話しながらスタコできまえ。アンドルフ様に会えると思ってか。サウリスか、そいつはどうかな。最後の最後まで来てやってるで。一匹落としたい。無駄や、こいつには大金をつぎ込んどるんや。お前たちは門前払いだ。さあ、後ろに近づく。さすがだよ、ミズルね。そこまでだ。ペピー、昔の仲間のよしみでダークにいたろ。ファクス、後ろの敵をなんとかしてよ。さあ、後ろに近づく。さすがだよ。これ回復を取って、ベビー、昔の仲間のよしみでダークにいたろ。あ、痛い。ナエルは泳いでいればいいんだ。敵と味方の、うわベノムに予想以上にウルフェン誘爆むっついからな。ホッ、後ろのやつを頼む。敵と味方の区別もできねえのか。すまん、一足先に離脱する。いかも簡単にみんなやるけどさ。どこまでだ。わしやがな。
バンハ。無駄や、こいつには大金を食い込んどるんや。謎やだな。なんやと。このわけが。残りはあと1匹か。マソッカさんお久しぶりです。さすがだよ、言うことねえ。しかしそこまでだ。さすがだよ、言うことねえ。しかしそこまでだ。あ、倒すか。はい、痛い痛い痛い。ラオスさん忙しかったん。タイミング合わんかっただけ。引きこもってたんすか。補給パーツを送ります。さすがだよ、言うことねえ。そこまでだ。ああ、30ヒットになってしまった。まあいいや。ここから先は引きこもりが忙しいよ。レシラムさんどうも。最近コメントするの控えてました。あ、そうなんや。見てたけど、この身を持って味わうがよい。メンタマ誘爆。メンタマ誘爆せんでええかな。どうせこれハイスコア狙えんし。たまにペンギンさんの配信見てるけど、米なしでニヤニヤしてることある。何に対してニヤニヤすることがあんの。貴様の正体か、アンドルフ。からまずに見たい時ある。まあそれも一興でしょう。大体首突っ込みます。大体首突っ込むな。ミュウさんとかいたら絶対何も言わずに行くことはないよな。どうせベスト電子本当にあしらおう。まあ、アタコーネリア240でグダグダゲンストルはあって思うよ。おー、やばい、やらかした。マジか。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。もみもみ。あぶねえ、終わるとこやった。ラッキーすぎるわ、わらわら。あ、ね、ワンチャンね、ブーストしたらね、抜けられるみたいなね、わざとだったんですよ。いけるんかなと思って。
翼折れなかったのは今年の運発会果たしました。いや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 、逃がしはせん。お前は私と共に。うわあ、ボムで羽ポキ回避できます。あ、そうなの。どんな時でも決して諦めるな、ボックス。父さん、ボックス、私についてこい。ここだ、ボックス。自分の感覚を信じろ。アンドリュー・ブレイン3手中ヒットもらえたか。もらえたんだな。あの最後のウルフが30ヒットやったけんさ、全然少ないだけでさ。アンドリュー時間ヒット制限ある。目ん玉が消えてかららしいっすよ。いいな。目ん玉が消えてからカウントがスタートするみたいですよ。あれなんやね、前やった青ルートよりもヒット数えんやね。青ルートはどうしてもヒナがネックなんだろうな。64コンのブレーキ A ボタンならんかな。ヘッパンがブレーキって、ボムどこで撃つねん。プレステみたいに変えたい。普通に USB ボムなんか黄色でいいよ。黄色でいい。 USB コントローラー使ったらいいやん。動くんじゃない。まだ22:00かよ。どうせよ。スターホックス、よくやってくれた。君たちさえよければ我が軍に入って一緒に。いえ、我々にはこの方が性に合っていますから。
グレートホックス出発準備。ダイもやるか。俺たちはもう行きます。久しぶりにエンディングをちゃんと見てみるというね。実は脚母さえなんとかしたら改造サンドスさん配信可能なんだけど、なって4月から何も設定してない。改造サンドス、実際キャプチャーボード買った方がね、今方が安いんじゃないかな。Thank you.